はい、こんにちは、しまち TV へようこそ。今日は撮りっぱなしの動画になると思います。まあ歴史的に一日になるかなと思いまして、動画を残しておこうと思いまして。そうですね、アメリカ合衆国の選挙結果、私はまあ予想通りだったんですが、これからまあそうですね、パックスアメリカーナの時代が終わってどうなっていくのかなっていう気がします。まあ、世界を牽引してきました。まあ牽引してきたっていうのは、おかしいな表現になるかもしれませんが、アメリカのが世界に、まあ、ばらまいてたお金がアメリカに集中されるっていう政策をトランプさんは取られるんだと思います。まあ商売人の方なんで、そこまで今まで言ってたような過激なことはされないんじゃないかなというのもありますけれども、グローバリズムっていうんですか、そちらの終焉が見えたかなという気がします。まあイギリスの EU 離脱もありましたし、今年は非常に象徴的な年になるのではないかと考えます。で、今後日本が取っていく道としてはですね、もう TPP をやっていけば、個人的な意見ですけどね、まあ、いろいろ皆さん意見はあると思うんですけども、 TPP はどんどんまあアメリカが向けてもやっていけばいいと思います。まあそうですね、昔の大東亜共栄圏的な考え方にはなっていくん、いってしまいますよね。そこでアメリカが後から入れてくれって言われたら、アメリカに条件を飲ませればいいだけの話なん で、まあ、日本への直接的な影響は、まあ、もしですね、その米軍が撤退するっていうことになればですね、どうしてもその防衛ですねっていう考え方を根本から組み立て直さなければならないんで、その辺がしんどくなるのかなと。もちろんそちらに関する予算が必要になりますんで、まあ、そちらの予算、あとはまあ輸出ですかね、アメリカに対する輸出については非常に厳しくなるのかなという気はします。で、まあ世界的にはそのナショナリズムっていうのはどうしても排他的になってまいりますんで、まあ昔のようにドンパチをやる戦争ではないんですが、何らかの大きい激突はあるのかなという気はします。その中でやっぱり、まあ、日本としてはもう我々はこういう考え方を持ってんだよっていうことを主張して、まあ、貫き通す力を持っていくのが必要なんではないかなと思いました。いずれにしても、世界史に残る大きい事件だったと思います。ですね、はい。一番とりあえずやっぱり不況になるんでしょうね。で、アメリカだけでは生産できないからっていうことをトランプさんが分かるのかな、どこか分からないんですけど、まあ、楽しみっていう言葉はおかしいですけど、ちょっと世界の潮目が変わった一日だったなという感想でございます。はい、それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。